キッチンはそのままで、ガスコンロから IH クッキングヒーターへの取り替え設置をご紹介します。ビルトイン IH クッキングヒーター設置の際には、必ず事前にご家庭の電気容量をご確認ください。 IH 取り付け手順をご紹介します。まずコンロと接続されていたガスの配線工事を行います。次にガスコンロを取り外します。続いて200ボルトの配線工事をします。最後に IH を取り付けて終了です。以上が手順になります。それでは早速工事を進めていきましょう。ガス事業者様にキッチンユニット内にあるガスの配線工事を行ってもらいます。左側がガス栓を閉める前、右側がガス栓を閉めた後になります。ガスコンロを取り外します。まず排気口カバーなどのパーツとグリルを取り外しておきます。次にトッププレートのネジを外し、コンロを取り外します。取り外した後はキッチンカウンターの開口部を掃除してください。電気工事店様に200ボルトの配線工事をしていただき、キッチンユニット内に200ボルトコンセントを取り付けます。あとは IH をはめ込むだけです。まずキッチンユニット内にある IH のコンセントを差し込みます。各パーツを順番に取り付けて設置完了します。詳しくは同梱の設置説明書をご確認ください。 IH 取り付け完了です。Panasonic.